これ知らない人いないよね。まあこれを持てたらどういう動画になるかわかるでしょ。まあタイトルからね、わかるからね。まあわかってるけど、まあこれはね、世界中誰でも大好きなフライドチキンの KFC コロネルサンデルス、合ってる名前わかんないけどKFC でしょ。これ引っかりね。まあこれはね、めちゃくちゃ魔法のチキン。まあ KFC だね。で、なんでこの動画を作るかっていうと、そう、まあ実はね、インドネシアの KFC は日本と全く違うですよ。そう、俺もインドネシア来てマジでびっくりした。まあ、私インドネシア人の私がすごくプライドを持ってますよ。 KFC のインドネシアのなんていう社長さんがすごい2つあげる。1個じゃ足りない、2つまあ早速紹介してください。はい、皆さんは KFC といったらやっぱクリスマスのイメージ多いと思うんですよ。インドネシアってもう日常的に KFC 食べてる人が多い。でもハンバーガーを食べるんじゃなくて、なんとこれハンバーグです。ハンバーガーじゃなくて惜しい、似てるんだよね。めっちゃ似てるけど、これね、あ、米バーガー、惜しい合ってる。あ、惜しいというかもう正解なんだよな。なんと、あ、やめてくすぐったお米なんですよ、お米。まあでも言いたいことはマジで KFC とお米と一緒に食べたらもう忘れられない。もう普通の KFC に戻れませんマジで信じてKFC セールスみたいに。しかもね、 KFC 弁当もあるよ。オリエンタル弁当っていう KFC の弁当メニューがあるんだよね。まあ、弁当って言ってもチキン丼かな。そう、丼に近いかな、うん、チキン丼みたいな感じ。ちょっと辛そうなソースが入ってる。だからね、日本人のお米大好きでしょ。大好き。日本の KFC はね、お米ないのが残念だと思うよね。インドネシアの人ってお米の消費量がもう世界でもトップクラスなんだけど、こんな感じでどこのファストフード行ってもだいたいお米とチキンが売ってる。しかも気づいてるかわかんないけど、日本ってやっぱりオリジナルが有名だよね、うん、インドネシアはクリスピー。じゃあ食べようか。よし、雑すぎる実はもうね、動画の準備とかでめっちゃ時間経っちゃってるっていうね。じゃあ早速食べていきたいと思います。その前に、まあ、軽く紹介しようといいよ、ダメだよこれは。まず見ての通り、このクリスピーチキン、これがねめちゃめちゃ美味しいんですよ。本当は5個あるよね。本当は5個寄付しちゃった。そう、支援者の方にあげました1個。だからあのお米3つあるよじゃああとはね、これ新発売でシュークリームではなくてクリームパフです。クリームパフ、まあシュークリームだけどね、名前だけめんどくさくしてる。めっちゃね、パリッパリな感じ。パリッパリじゃないです。嘘、うん、そんな若干わかんない。まあパリパリですまあこれはセイゴのご飯だよね、うん、セイゴ甘いもの好きだから大好きね。よし、え、なんか硬い、重いね。ご飯と遊ばないでよ。じゃあ早速食べていきたいと思いますさあ何から食べていこうか。ファイルチキンでしょ、これでしょ。あ、サムネイル撮ってない。あ、そうだ、サムネイル撮らないんだ危ない。はい、1、2、いい、あ、これ手、あーってみたいな、手、あーって、そう。え、なんか無理やり食べさせられてる感ない。あ、プレートをすくう。プレートをぶち壊します。私、でかいのがいいからめっちゃ選ぶね。こっちが重い、でもこっちの方が皮ごい。これ何グラム何グラムだったの今。わかんない、こっち若干重い、うん、今優しいからこれもらう。おお、優しい。皮ごいが。とりあえず弁当食べてみ。そう、気になってるんだよね。注文したことないよね、これ100円しかしないよ、しかも。そう、ここに値段書いておくけど、どう？おいしい。っていうの？おいしい、おいしい。なんかソースが若干辛い、スーパー辛。いただきます。めっちゃ辛いの意味じゃないよ、スーパー辛、スーパーの、スーパー。うん、ちなみにね、インドネシアの KFC って絶対にサンバルがあるんだよね。そう、この KFC のサンバルはね、めっちゃ辛いものではなく、ちょっと甘みがあるサンバル。美味しいよ、そんな辛くない。マジで多分辛いもの苦手な方でも全然食べれると。これがめっちゃ美味しい。うん、うわ、
違うか、それ飲み物だよね。あのちなみに他社も今手で食べてるんですけど、しっかりさっき手洗って消毒してますんで、そこは大丈夫です。その後お尻触ったよ。最悪だね。じゃあいただきます。まあ、チキンからいきますか。ダメなのが物を左手で渡すの、うん、失礼。あ、なんかね、お金とかも左手で渡しちゃいけないらしくて、うん、私左利きだから結構流れで渡しそうになる時あるんだけど、気をつけないといけない。まあ大丈夫な人は大丈夫だけど、うん、気になる人もいるからね、気をつけてって感じ、うん、お米結構美味しいでしょ。なんかインドネシアのお米ってタイのお米、あの細長いやつとかと日本のお米の中間って感じするよね。日本ってさっすダメなのとか、あるある、うん、刺してないからね、うん、角度のせい、角度の問題で言い訳だね。なんかね、私、うん、アニマルクロッシングしてる。あー、動物の森、うん、のイサベラ。イサベラ、あーと、しずえかな、多分日本だと。なんか鼻水がめっちゃ多い子みたいし、そういう子わかんない、そういうイメージ。偏見がすごいね。そう、タケノコでしたっけ、ヌクヌク、タケノコ、タナキチ、そう、似てるでしょ。違うの声の真似うまいよ。え、どういう声だっけ。誰からやる。あーと、そしたらしずえからい、うん、で、その文を、うん、言ってみて。そしたら、私は今 KFC を食べてますとかどう。似てるでしょ、似てるでしょ。違う言葉にする。初めてで、え、そんなあんまり聞いたことないけど。前、私スキルあるよ、タレントで、タレントから。番組に出れるんじゃない。ずっとなんか聞かれたら、うん、名前なんですか、ヒューリーンって答えれば面白くない。やばい人に思われる。何人ですか。ただのやばい人やん。じゃあタヌキチやる、うん、言葉はタヌキチも、うん、じゃあコカ・コーラ美味しいね。待って待って、実は私しずえしかできないよ。でもどうしても2個できればすごくないって思って、うん、嘘ついた。ちょっと見え張っちゃったんだ。うん、楽しみはカットでいこう。コメント見たんだけど、うん、私の日本語うまいって褒めた、うん、褒めてくれた方いるんだよね。そう、ありがとうございます。私実はね、日本長いですよ、うん、5年。5年間ね、うん、日本にセゴよりも長いよ。そんなわけない。実はセゴは外国人です、ドッキリ。逆にね。食べ方すごいな。しっかり食べたくなるでしょ。食べたく、骨の髄まで食べていく感じだね。だから私は骨をきれいに食べないとすごくチキンさんに失礼だと思うよね。尊敬する。本当にね、綺麗に食べるんだよね。なんか、うん、気分によるたまに骨も食べるよ。うんうん、それは嘘だよ。骨食べれない。なんでほうほうって言うの。いや、他社ならありえるかなって。なんか正直ね、私世界中の KFC の中で、うん、インドネシアの KFC 一番美味しいと思う。なんか海外どこ行ってもご飯がある KFC がないんだよ。ないよね。マレーシアでもない、シンガポールもない。今は分かんないけど、行った時はない。そしたら俺ら今食べてるのって結構貴重な映像じゃない。はい、こっち完食です。見て、綺麗でしょ。めっちゃ綺麗。なんかもう鶏ガラスープ煮込んだ後みたいな感じ。めっちゃ綺麗よね。でしょ。ちょっと、うん、俺も食べ終わったけど、そんな綺麗だと俺の見せられないわ。実はね、インドネシアのファストフード、うん、多分インドネシアの人がフライドチキンとご飯大好きだと思うよね、うんうんうん、全部絶対にそのメニューある。本当にマクドナルド、バーガーキング、ウェンディーズ、あと何、カオスジュニア、全部あるよね、うん、本当にびっくりするぐらいね、うん、全店舗にある。だからKFCめっちゃ大変だよ。自分の商品を盗まれたって感じしない。どうなんだろうね、どこのお店がお米とチキンを最初に出したんだろう。調査しようか。こっちの実家で掃除してデザート食べようか。
大丈夫になったらね。これは食べ終わりましたんで避けておきます。よいしょ。え？ん？早くね。じゃあちょっとシュークリームね、こんな感じです。シュークリームボロボロだけどね。うわピント合ってるかな。まあ、合ってなかったら iPhone のせいにしてください、うん、なんか美味しいけどこれ。え、美味しいでしょ。うん、なんかね、ケンタッキーのスイーツだからまあジャンキーなのかなって思うかもしれないけど、うん、バカにできないよ。ビスケット売ってないけどね。でもこっちの方が好きだけど。美味しい。ビスケットより。いただきます。うんうんうん。揚げ物感しない。揚げてるのかな。ちょっと油若干残ってるよね、うん、でもクリームの甘みはちょうどいいと思う。甘すぎない。テクスチャーも結構スムーズだと思う。いただきます。最後なんか疲れた。なんかカメラの前で食べるのってこんなに疲れる。わかるそれ。はい、ということで KFC は美味しかったです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。はい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 。どうですか。美味しかったです。とりあえずカリカリでチキンも美味しいし、で、なんて言ってもご飯がポテトチップスとコーラレベルで中毒性があるこの組み合わせ。はい、ということで、KFC 今回食べてまいりましたけれども、まあインドネシアと日本の違いはやはりお米のメニューがあること、そして、チキンがすごくクリスピーで美味しいということだと思います。そして安いです。安い、もうねめちゃめちゃ安い。本当にね、旅行で来てもすごい楽しめる国なので、ぜひ来てくださった方はKFC 寄ってみてください。本当に心からおすすめします。ということで、こういうインドネシアにしかないご飯ってまだまだあると思うんで、まあ、KFC 以外にもね、私たちがインドネシアにいる以上そういったものを取れると、そういうふうに思うので、ぜひですね今後の活動の応援をよろしくお願いします。そのためにも、この動画が良かったら高評価、そして、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。次がバガキン、ベニズ、どうだろう。 NW 何がいいかな。安い方。安い方。とりあえずね、お腹いっぱいじゃね。お腹いっぱい。だってあなたはこれ3つ食べたじゃん。あとそれちょっと食べたけど、2つ、うん、その弁当1つ、うん、ね、美味しかった。美味しかったけどね、ちょっとこの量は意外と多いかもしれない。あとよくさ、YouTuber の方ってもう画面いっぱいに頼む人とかいるじゃん。まあそれで食べれてる方とかもいるけど、俺らはわかんないよ、ズームしてるかもよ。あ、そういうこと。あ、テビルが小さいね。テビルが小さい。だから次から1個にしよう、テビル。あー、これ、うん、この IKEA の安いやつの1個にする、うん、なんで IKEA の安いやつって言わないといけないの。え、俺らこの IKEA でいいんじゃん。そう、撮影のためにインドネシアの IKEA 行って買ってきました。1個1,900円。うん、そんぐらい、うん、安いよね。安いけど本当に実用性あるから重宝する。めっちゃいいと思います。ここいいと思いますしか言えないです。